国人及びそのクレオール語の呼び名である。主に奴隷制度から解放された解放奴隷の黒人の子孫で、さらにシエラレオネの先住部族や白人の根欠も見られる。4万人から8万人のクリオ人がシエラレオネは首都フリータウンがある、フリータウン半島に住む。クリオ人はシエラレオネでは少数派だが西洋文化を身につけ、高い教育も受け、1961年に、 独立するまでは、シエラ・レオネの政治を支配してきたためエリートだった。地元民は1951年に政権を獲得した。クリオは主に1787年から1808年の間に、イギリスのグランウィル・シャープをはじめとする奴隷廃止主義者により、助けられて自由になった奴隷の黒人たちの移住地として、シエラ・レオネにやってきた。 最初の入植地として自由の国の意味するフリータウンを建設したことに始まる。最初はイギリスからやってきた解放奴隷やギニア湾沖でイギリス海軍により助けられた奴隷船のアフリカ人の奴隷で後に北アメリカやジャマイカをはじめとした西インド諸島からシエラレオネにやってくる。クリオ人はそれらの解放奴隷の子孫である。また現在フリータウンにて クリオ子孫連合という団体が存在する。この団体はかつてアフリカから奴隷として連れてこられたアメリカやジャマイカなどカリブ地域の黒人たちの子孫との結びつきを強め彼らとのつながりを意識しようとすることを目的に活動している。ありがとうございます。